イアン・ヒコックスとアンソニー・パディア。スモッシュとは、アメリカ合衆国出身の二人組ユーチューバーとその、チャンネル名である、少年時代からの友人であったアンソニー・パディアとイアン、ヒコックスによって創設されたコメディユーチューブチャンネル。2018年現在、登録者数2300万人を超える人気チャンネルとなっている。主流テレビ局の番組でも多々紹介された。 カリフォルニア州サクラメント近郊のカーマイケルに在住。スモッシュによるポケモンテーマのミュージックビデオは YouTube で多く視聴されたものの一つであったが、現在は削除されている。この動画は2400万以上もの再生回数があった。2007年3月、スモッシュは YouTube で初めて模様された YouTube ビデオアワーズの際、彼らの動画スマッシュショートに ストランドットでベストコメディオブ2006の栄冠を勝ち取っている。スモッシュの YouTube での新しいアカウント名はアイネッチといい、スモッシュチャンネルからビデオを視聴する多数の人々が素通りしそうなビデオクリップを公開する場として利用している。彼らはこのアカウントでも十分に人気を得ていて、視聴予約は14,500人以上、最多視聴予約リストのトップ100のうち67位に 一致している。アイネッチのアカウントは、アカウント名の通り、イアン・ヒコックスが一人で出てくることがたびたびあったりと、主にイアン・ヒコックスだけで構成されているが、時々、アンソニーと一緒にファンレター読んだり、ファーストフードを買いに行って食べたり、と、スマッシュの舞台裏のようなところが見られる。2012年には、エル・スマッシュのアカウントを設立。 パトリック氏によってスペイン語に翻訳された作品が投稿される。なお、英語版でもともとスペイン語のセリフは英語になっている。大の日本好きであり、動画内で日本のカルチャーや日本人についてたびたび取り上げている。日本で2011年に起こった東日本大震災の際には、真っ先に日本への救助費の寄付を募る動画を公開している。 ホーブスの2015年に行った調査によれば、スモッシュの年収は、ユーチューバーとしては、世界2位となる850万ドルである。スモッシュ .com はもともと、2002年半ば頃に、カーマイケルに住む高校の友人グループ用の、フリーフォーラムサイトとして始められた。このフォーラムは、現在5万5千人以上のメンバーがいる。このサイトで、独占公開されているビデオは、 メンバーであれば視聴することができる。主に、ブラックジョーク、シモネタなどが挙げられる。またあるブランドへのアンチ、障害者をネタにした動画がいくつかあり、スマッシュへのアンチも多くいる。2006年から2016年まで年に一度、フードバトルを開催。2016年1月11日からは、イアンの実際の経験をもとにした、コメディドラマ、パートタイマーズを YouTube 内で公開中。 ありがとうございます。